チケチャ TV。先週ちょっとお休みをしまして、マスクドマウンテンに、代わりを頼んだ山ちゃんです。こんばんは、よろしくお願いします。はい、今週の生ゲッチャーのゲストは村上恵里さんです。はい、どうもこんばんは、村上恵里です。今2003年の札幌ビールキャンペーンガールを務めています。うん、おお。はい。札幌ビール。はい、そうです。札幌ビールです。あれだ、あの居酒屋とかにそれに貼ってある。そうですね。おお、はい。星のマークが目印の札幌ビールのキャンペーンガールをしております。はい、今日本全国をイベントで回っていてとても忙しい毎日です。皆さん応援よろしくお願いします。よろしく。本日一発目のソフト行く前に、半年ぶりに帰ってきました。オープニングゲーその昔にね、あのゲームをやる始める前にオープニングゲームっていうコーナーがあって、なんかとりあえずみんなで簡単なゲームをね一発やってみようじゃないかっていうコーナーがあったんですけれども、はい、それが入ってきました。おお、ちょっと山ちゃんは先週お休みしたんでわからないんですけれども、はい、もうがしかしあの先週紹介したカンフーパニック、あれだ、なんか来たぞ、じゃスーパーサイヤ人です。こんにちは、トシキです。ゲームに入れてください。しょうがねえな、全然やろうか。それであの真ん中に回転する板みたいなのが、ね、ありますね、それを、はい、ジャンプもしくは跳ね返す、なるほど、うん、ゲーム、赤い、Y と B、 え、わかんない、跳ね返す、ね、黄色と赤を、ね、一緒に押すんですね、飛んでいる方が飛んでいる方が安全ではね、ですよね、結構あのね、そんなこんなやってる間に終わってしまったんですけど、誰勝ったんですか今。今勝ったのね、ルーシー。ああ、本当に。ちょっとね。ということで本日ご紹介いたしますのは、うん、こちらみんなのゴルフオンラインでございます。おお。みんなのゴルフっていうゲームあるんですけど、うん、エリちゃん知ってますか。はい、もうすごい有名な大人気なゲームですよね。実際やられてますか。実際はやったことないです。はい、ありがとうございます。はい、今日せっかくですからやってて帰ってほしいんですけど、そうですね、はい、みんなのゴルフってすごい大人気のソフトで、一応投資で言うと4作目になるのかな今回は。そうですね、うん、今までミンゴル3ってのあったんですけど、うん、今回一応それのリニューアル版、まずモード、まずこのオンラインっていうのがあります、うん、これがそのみんなにワイワイ楽しめる新しいモードですね、はい、新しい試みというか、うんうん、でこのオフラインっていうのはまさにそのミンゴル3プラスアルファみたいな形で遊べるやつで、これはあの自宅に友達なんかが来た時からね、うん、こっちでコントローラーを使って楽しんでもらう。あ、じゃあオンラインとは言ってるけども、ネットに繋がなくてもみんなと対戦できちゃうってことは、今はもうこれはオンラインに繋がってる。ました。で、フリー対戦というものとリアル大会というものと新全国大会というのがありますね、うんうんうん、でフリー対戦というのはこれがいわゆるロビーに出てって、うん、みんなで話して俺と対戦しようぜみたいなところです。でこのリアル大会っていうのはちょっとこれ面白くて、最大100人で通信対戦できるっていうもので、100人ですか。100人ですよ。100人で回るってこと。そうね、昨日ねちょっと夜中、今日これ売りのゲームなんで昨日の夜中からサーバー始まってるんですけど、うん、行ってみたらね、うん、全然80人とか余裕でいるんですよね。あ、そう、一つの大会で。へえ、トシキもやったの。それやりました、めちゃくちゃハマりました。いました、ジョバンニちゃん。あ、ジョバンニちゃん、実は昨日ですね、うん、ジョバンニちゃんと一緒に僕回ってまして、ラウンド。あ、ジョバニが友達なんだ。そうですね、さっき言った。ちょっと話しかけてみましょうか。うん、なんか拍手されてるよ。あ、昨日にちはなんだ。こんにちは。こんにちは。今実際の人ですか。で、ね、これ面白いんだけど、X なんとか、とか言われてドッキリマークとかに対応して吹き出しの形も変わるんですよ。へー、すごいでしょ。じゃあね、ちょっと対戦しましょう。そうですよ、対戦しようぜ。部屋作るね。あ、これで自分で部屋を作って。そうですね。あ、本当だ、今ゲッチャー、あ、本当だ。さっきジョバンニって人と待ち合わせしてたんじゃないの。ゲッチャーゲームですからね、リアルタイムに。アンセムはさっき言った友達とは違う人なんだ。初めて会いました。今いっぱいいっぱいです。
はい、今ね、バッチリ打ったんですよ。カシャッとしましたね。風が6メートルあるんで、ちょっとカーブをかけて。まあ、絵がさ、すごい綺麗じゃない？そうですね、ゴルフゲームって結構いっぱいあるんですけど、どれも結構システム一緒なんですよ。あ、そうなんだ。うん、で、なんでこのゲームが売れてるかって、やっぱりグラフィックが綺麗だったり、あとかなりリアルに作り込まれてますからね。そうだね。わかりました。あの、弾が飛んでいくときとか結構ね、あ、今そう、このカメラアングルがいいでしょ。いい、これいいね、いいね、これは、こういうわけね。木に引っかかっちゃいましたね。木に引っかかったんだ、今。一応、あの、相手を、あの、痛ませてみましたよ。もう一回痛ませてみますか。ドンマイ。嫌ですね、ドンマイとか嫌だ。むかつきますね、ハンキーって。これも面白いでしょ。相手はもしかしたらよし頑張るぞと思ってた。お、うまいんじゃない。うまいですね。じゃあ今 4.3 メートルちょっと左に落ちてるコースで、右寄りに6メーターぐらいの感覚で、うん、入るかな。あ、違う。あ、惜しい。すいません、ちょっとね、パットは苦手なんです私。ここが一番難しいですからね。難しいですよね。惜しい惜しい。こいつもちょっと反対しますね。おお、入りました。なんだろう、残念。変える、うん、こんにちは。イエーイ。 Xbox は私ですよね。そうそう、はい、Xbox は指根っこしかいないからね。そうですか、うん、うち3台ありますから Xbox。 皆さんも買ってくださいね。今安いですから。キャッシュバックやってますからね。買ってください。それでですね、ほら見てください、これ。ほら、Xbox の T シャツ。なんか気になってたんだよ今日これでしょう、うん、もうこれぐらい好きなんですけどね。メックアサルト、先ほどのですね、うん、みんなのゴルフもオンラインゲームだったんですが、はい、こちらもですね、実はオンラインゲームなんですよ。なんと、オンライン特集だ。オンライン特集ですね、うん、今日は。で、先ほどの PS2 はですね、うん、BB ユニットですとか、うん、そういったアタッチメントを買わないと実際のところはゲームができないんですけれども、はいはい、Xbox は本体だけでですね、うん、なんと今ここにつけているこういう、なんていうんですか、ヘッドセット、うん、これも、ライブでセットで買うと、うん、これで喋ってですね、なんと、うん、トモクの人とゲームができてしまうと。先ほどですから、キーボードで打ち込むと、まあ、ファーッとかなんかあったじゃないですか、うん、あれがもう声で言えるんですよ、うん、これ動きがすごいリアルだよね。今雨降っててさ、あの歩くとき の水しぶきみたいなね。例えばこれ、あ、打たれてる。あ、基本的にあの中に照準がありますので、うん、そこにやってこうだーって、ね、ミサイル その煙のね、軌道とかいいね。炎がすごいリアルじゃない、うん、すごいのはですね、これ森があるじゃないですか、はいはい、打ち込むとですね、そこで火つくんですよ。燃えてるよ、燃えてるよ。もう環境破壊ですよね、本当に。どうですよ、泣き倒してくるんですよ。あららららら、こういうゲーム。あ、というか、あれは敵の施設なので、うん、どんどん破壊していくわけです。どんどん破壊していけばいいんだ。そうです、こういう車もですね、ズムッとこう、おぉ、弓に落ちたよ今。でですね、今、うん、いくつか武器があるんですけど、基本的に3種類ありまして、はい、1つはミサイル系の武器ですね、はい、こういう遠くからこう誘導弾とかでミサイルと、うんうんうん、もう1つはですね、まあ、レーザー兵器、こう弾が飛んでくる、まあ、レーザー兵器ですね、うん、もう1つは実弾武器といいまして、うん、ちょっと強力な弾がドーンとこう、はい、今、あ、彼らはですね、あのバトルスーツを着ている人たちでして、うん、結構機動性があるんですよ。あ、飛んでるんだ、飛んでるんだ。あれも実はメックなんですよ。あ、そうなんだ。後ほど自分でも乗ることができます。あの、ちっこいのに。ちっこい、確かに。これはあの、はい、ちょっとテレビで紹介されたの、はい、カットなんですけれども、はい、そうなんです。これはあれですか、きっと満足クラブ。そうですね、そちらの方の画像が今流れてますね。はい、なるほど、なるほど。はい。こちらあれですよ、あの、ヒットボックスの、きっと満足クラブの方でもご視聴いただけますので、はい、こちらの方、ぜひね、うん、あの、今のシーンでね、ドキッと来た方は、ぜひと。ぜひ、ね、見てください。これ思わずクリックしちゃいますよね。しちゃうよね。俺も今からしてこようかな。じゃあ、ご邪魔しましょうか、ぐらいの。ね、この画像を見て私のことをもっと見たいなって思ってくれた 方には、うん、今発売されている細文館出版より発売されている、うん、ファースト写真集イノセンスが発売していますので、はい、ぜひ見てください。あとビデオ DVD の方も出てますのでね。本当ですか。ぜひ、うん、見てくださいね。ぜひ見ます。はい、オーストラリアで撮ったんですよ。あ、いいですね。はい、いいよ。見てくださいね。はい、ですね、本日ドタバタ続きだったんですけれども、はい、はい、ゲーム紹介はね、この後11時からのゲッチャナイトにて、もう一度ちゃんと紹介しますので、はい、そちらの方、はい、ご覧ください。はい、